今日は積み立てNISAを18ヶ月間運用してきましたので、その結果どうなったのかっていうのを、一つの事例として紹介してみたいと思います。でまず私が購入している商品を先に紹介したいんですけども、eMAXIS SLIM の全世界株式オールカントリーっていうのを5000円分と、あとは楽天全米株式インデックスファンド、いわゆる楽天 VTI って呼ばれるものなんですけども、米国に上場している、全ての銘柄に投資するっていうような銘柄になってます。こちらを、28,300 円で、ことを2つと合わせて 33,300 円という形で、年間で約40万円近い金額を積み立てているということになります。でさらに、16,700 円、要するに合計で5万円になるんですけども、合計に5万円になるように特定口座でさらに追加で、積み立てているということになります。でこれどうして5万円にしてるかっていうのをちょっと簡単に紹介したいんですけども、5万円まで楽天カードで投資信託を購入できるんですね。でこの楽天カードで5万円まで購入した分に対して 1% のポイント、つまり5万円だと500ポイントが得られるということで、これ年間で言うと年間6000円相当なんですよね。これ非常にお得だと思いません？で、これが欲しいんで、とりあえず限界までは積み立てしておこうと。で、カード使ってるんですけど、実際ね、資産が右から左に移ってるだけなので、かなりお得なので、これぜひ皆さんも設定してほしいなと思います。ということで、現時点で成績ちょっと紹介したいと思いますが、こんな感じです。で、積み立て額が、現在79万4000円。積み立てていて評価が92万9000円ということで、プラス13万5000円という形で、10% 以上の成績が今上がっているというような形で、今は比較的好調になっています。はい、でここまでの運用成績の、履歴ちょっとグラフで見たいと思うんですけども、徐々にこう積み立てていって、でここで、コロナショックが起こって、で一番悪い時で、マイナス8万9000円までパフォーマンスが落ちて、この時はさすがにね、ちょっと嫌だなと思ってたんですけど、その後、急回復して、で、現時点で、こんな感じでどんどん増えていって、プラス13万と。投資額と実際の評価額を比較してみると、やっぱり徐々に積み重なってるなっていう感じはありますが、でもやっぱりポイントとしては下がった時でも淡々と買うっていうことで、それが、結果的にいいパフォーマンスを生んだのかなっていうのが、振り返りとしてはあるかなというふうに思います。このような形で、積立NISAの結果、ちょっと今後も、報告していきたいと思ってますので、ぜひフォローいただければと思います。このチャンネルではお金やキャッシュレスなどあなたの人生にとってプラスになる情報を配信しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。